皆さんどうもです、ポリスです。今回ですね、ピーターボットとポロがリオ決勝ついにやりました。前線全勝6連ビクロイ、これ以上はもうないね。フォートナイト史上最高到達点よね。平均撃破も 11.2、 平均ポイントは 109.7、 そして平均順位は1位と美しいもはやね、芸術の域を超えてもう神の領域かもしれんね。本当に意味わからんよな。で、今回ですね、解説ではなく実はリアルタイムでね、俺このラストマッチを観戦してて、これはマジでやばいなってなって、急遽ね動画を回し始めたハイライトですね。どんな感じで勝っていったのか、解説もね今後もちろんするんやけど、ちょっとね時間かかっちゃうんで、まずはね歴史的瞬間を見てもらえたらなと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今ね緊急で動画を回してるんですけど、見てください。見たことはあると思うんやけど、2回目です。でしかも現在6試合目やってる最中です。ということで頑張ってサクッと入って見ていきましょう。今多分13分ぐらいかな、経ったぐらいで、まあ途中まで見てたんやけど、一応動画回そうかなと思って。フォートナイト6年やってて、もう史上初決勝全勝がもしかしたらここでね、歴史的瞬間が見れるかもしれんから、そもそも2回目の5戦5勝できてる時点でやばいけどね。あ、もう終盤手前ぐらいまでは来るな。今ね、応援の浮島アンチガヤから収縮中かな、これ。もうそこぐらいね。こっからもう、えぐ、ファイトするん、これ。ルーガとエイジャですやん。やばいな。なんでなんやろね。これ別に戦わなくても問題ないと思うんやけど。ブーガが割られて、ピーターボットはいつも通りミシクと、あとメダリオンはサイフォンももう取ってますね。でここでエイジェルスカバーするけど、いやもう強すぎる、強すぎる。もう、あーなるほどね、ゼウスのメダリオンまであると。いや今のもな、エイジェルスもね頑張ってカウンターはしてたんやけど、ヘッシュ140って多分マックスダメージでしょ。ブーガは一応引けてるけど、あーポロに渡して、ポロはこれは多分もう5発のキンゲートキーパーで、いつも通りやな、もう最強の武士構成をとって、もう最強のパフォーマンスを発揮しに行く、いつも通りのことを一生やってれば、とりあえず今のところ5戦5勝と。とりあえずね、一旦5戦5勝。危ない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 、怖すぎ怖すぎ。言うてアメリカ決勝やからね、めちゃくちゃメンバー強いし、まあ相手もな、今のも世界1位のブーガとエイジャレスだからね。ここでデカポはなくなったな。ああ、回復はそんな速攻性があるやつじゃないから、微妙なラインな気するけど、サージはめちゃくちゃ良いと。で、前回はね、5戦目5勝して解説した動画の方は、6戦目グリフ来て、でもう宝箱ファイトで、で、ボコボコにやられてたんやけど、まあボコボコにやられてたというか、もう人多すぎてね、もう運でやられてたんやけど、やばいな。でもちょっとこれまずいけどな、言うてポジション的にもあんまり良くはないね。物資はあるとはいえリフレッシュ必須かもしれんな、これ。おお、結構内側まで行く、外回りじゃなくて。まあこの瞬間移動があるポジションっていうのは、真ん中取っとけば必ず次は第6円で外れるんやけど、瞬間的に一瞬でいけるから外れるけど近いんよね。だから真ん中さえここら辺に行っとけば、こうなって外れてもすぐ行けるから、まあ最短距離渡っていける。ピーターボットたちはすぐ入りに行くかな。怖いけどな、こういう室内もね、ハイドいるんちゃうかな。で、話を戻して、そう、5試合目まではもうずーっとね、パターンやってんけど、6試合目でセルベロスみんな取りに来て、グリフってもうほぼね、言っちゃっていいとは思うんやけどね、もう降りたことないチームが3チームぐらい来たんやったかな。残念ながらね、勝てんけど。まあ、グリフっていうの難しいよな。ケルフェロス正直取ったらビクロイ取れるっていうのはもうピーターボットたちとかだけじゃなくて、全地域やっぱ明らかにグリムゲート降りてメダリオン取った方が強いからね。まあそれをみんな知ってるから、勝ちに行くために降りてるっていうのもあるからなかなか難しいけど、6試合目は初動がね人多くてあかんかったんやけど、今回はまあ初動人はねやっぱ多かったよね。多かったんやけど、ちょっと立ち回りを変えてて、グリムゲートには降りてるんやけど、物資を漁って戦って、で初動倒して、初動で確か3人かな倒してるから、もう今はマジリアルタイムで見てるからね。やばい、俺も結果知らんからな、まだ。果たしてビクロイで世界初の全勝っていうか、ポイント的にはどうなんやろな。ポイント、ちょっと前回のポイント調べるわ。マジリオキャッシュカップ今トラッカー見てんねんけど、1位しか取ったことないこの人ら。あ、ポイントも超えてるわ。前回513ポイントでアメリカ優勝した、5戦5勝で最終マッチで初動死してるんやけど、このマッチ4撃破抜いても5戦5勝の時点でポイント前回超えてるわ。
えぐ 過去の呪文を超えに来た。いや、で、これで詰めるからね。円外れてるけど、アンチは見てるしな。で、ここは確実に瞬間移動で開けて出てくるから、まあ、そこをワンチャンスナイパー狙ってるんやろうけど。うわ、惜しい。フェザーって映ってたけど、フェザーとキングは、今どこなんやろな。なんか、前のシーズンもね、キングたちは EU チャレンジしてたんやけど、ブラジル戻ったとは聞いたんやけどな。スナイパーどういう、うわ、怖え、でも。うわ、やべえ。やばいやばいやばい。全然やばい。でも、攻め手に回るからね。無限に攻める。あ、やばい。普通にやばい。ポロこれ行っちゃってるでしょ、多分。ピーターボットソロ単独やから、これは普通に詰められたら、ピーターボットフィズしかないしな。いやー、だいぶ削られたね。ポロはこんな感じ。まあ、資材はそんなに多くないな。まあ、移動円まで来てしまえば正直、ピーターボットとポロは、まあ、リフレッシュ力もね、半端じゃないから、ワンチャンあると思うけど、スナイパー狙いすぎじゃない？オフロー！怖すぎ。やっぱみんな上手いよな、普通に。ね、狙ってくるところといい。全部見るやん、スナイパーで。そんな、当てるチャンスか？ うわー。あー、いやでも体力少ないけど、あ、いっちゃうんだ。あ、やばい。おー、ポロ倒してるわ。でかすぎ。これはでかい。うわぁ、最強のカバー来た。あ、もうこれでええんや。これでもう、ビズにミニポンにデカポン手に入った。あ、終わりや。エリメイドキャッシュ終わった。1位や。1位でしょ、これ。ハイグラニアとは多分行ってリクロイのパターンやと思うんやけど、もうみんなそれ知ってるからな。多分ハイグラ、しかもゼウス持ってるしな。ゼウスで落下ダメージは瞬間移動なくても別にキャラコンで問題ないし。で、ここはラーソンが正面見てくるけど、しっかりと。移動しながら、まあ、高めに位置して、まあ、800と900か、まあ、そんなに多いわけじゃないけど、やっぱりちょっとハイグラをもうこの資材量でも見てる感じもあるね。ハイは7いない。 みんな無理って分かってるのかもしれん。まあ、あと瞬間移動使えるからな。ローグラウンドに行きがちよね、こういう時。いや、怖え。 ええねんけど、別に。ええねんけどさ、買ってほしいんやけど、怖いよね。 もうハイプレッシャー、ダブルバースで攻めし、いやー、もう形としてはもういつも通りのビクロイな雰囲気あるけど、どうなんやろ、勝てるかな。うわー、わかんな。ハイグラまだいかない。強すぎ。もうえぐい、えぐい。メダリオンとかじゃないわこれ。もうパワーや。そら、スナイパー持つよな、終盤でも。いつでも、どこでも、リフレッシュできるわ、こんな。で、メダリオン渡す。ハイグラウンドももう、ポロとピーターボットがハイグラ抑えてるから、誰も登ってこうへん。残り17チーム、25名生存。瞬間移動で、ポロは先端行きながら、ピーターボットも、もうハイグラのさ、合わせ方が、縦積みだけやもんな。行くんや、これ。えぐ、クリックスや。エピックオイルがいいカバー。バーストで張り替えながら、ゼウスとかケルベルスのせいで、ハイグラウンドの伸ばしがいらないのもやばいよね。全く伸ばしてないもんね。伸ばしてたら、そこを下からね、車線が通らないとこからひっそりと登ってくる人とか多いと思うんやけど、縦積みだけで済むから、見渡しも良くて、登りにくいんやろな、他のチームも。ほとんどスカイベース作らないもんね。おー、クリックスとエピックオイルもやっぱ強いよな。なんか最近はクリックスがすげえ覚醒してるらしいから、すごいよな。配信も、確か今回のデュオキャッシュ決勝も1万人ぐらい見てるし、最強や。プレイヤーとしてはもう、神がかってる。強気すぎ。おー、フルピース、惜しい。惜しいけど、ここはさすがに突っ込まない。もうめちゃくちゃハイグラウンドの高さが下がってきてるもんね。今のバースも当たるし。うわぁ、白ダメ。うわぁ、もうあと打つだけ。もうポロが打って、ピーターボットも横からショットガン当てる。いやぁ、倒しちゃうんよね。アジアンジェフも生き残ってる。いや、強っ。瞬間移動、見えてなかったけど俺。目で追えてないけど。クリックス、どうや、これ。はいは、さすがにコーン。いやー、これは、
勝てるか、あるか、史上初勝率 100% の決勝、6戦6勝。もう無双タイム入ってる感じするもんな。一生打ってるもんな、正直。なんかピーター・ウォットとポロだけボーナスタイム入ってるもんな。明らかにここのチームに対抗しようとできてるチームいないもんな。一生クレーン射撃上からして、それをいかにさばきながらローグラウンド耐えれるかっていう別ゲーをローグラウンドでさせてるよな。9キル。いやー、勝ったわこれ。4チーム5名生存や。これ 1v1v1v2 だ。ガチか。えぐ。あいって、クーパーだ、クーパー。もうここはしっかり倒して 1v2。 クーパーは白ダメ、100HP しかない。一旦抑えて、冷静に落ち着かせて、で、フォロも、アーマーちょっと怖いから、ちゃんと回復して、登ってくるところ、いや、強すぎ。やばいでしょ、普通に。NA デューキャッシュカップ、6戦6勝、350ポイント差つけて、優勝と。やばすぎ。言葉にならんな。フォートナイト史上最も強いかもしれない、これ。これ1回の1優勝で2回分の優勝してるからな。やばいな、ほんまに。バグ。フォロとピーターオートにヤギヤギを持っとく。はい、ということで、まあ、どういう動画にちょっとなってるか全くわからんし、まあ、ボツになってるかもしれんけど、フォートナイトの史上初、全戦全勝、しかも全部銃撃者超えてるし、多分これを超えるフォートナイトの試合は、ないと思うんで、歴史的記録。もうあとはもうピーターボットとポロ独自で行くしかないけど、デューキャッシュカップも今シーズンこれが最後やから、マジでもう多分な、もうこれが多分フォートナイト史上最高にして最後の最もポイントが高い試合になったんじゃないかなと思います。まあ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 、特殊な環境をね、最大限発揮したピーターボットとポロは、まあ、今シーズン超えて、今チャプターの世界王者のね、最も可能性があるデュオになったんじゃないかなと思うんで、まあ今後もね、見ていきたいなと思いますね。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、皆さん、またね。